はい、こんにちは。今日は脳科学の性格を変えるためのたった一つの方法というお話をしていきます。最近ちょっと脳科学の勉強っていうのもやり直しをしながら、コーチング、脳科学、そして心理学っていう三本柱を中心に勉強進めてるんですけど、そんな中でポジティブな性格とそれからネガティブな性格って脳の仕組みとしては何かが違うぞっていうことが分かったので、今日はそれをお伝えをしていきます。何かっていうと、脳の情報処理の方法が異なると、情報処理、またちょっと難しい言葉を言い回ししやがってって思うんですけど、噛み砕いていくのでご安心ください。何かっていうと、例えば広大な景色を見たりとか美女を見たりイケメンを見たりした時に、どちらの性格であっても幸福感を味わうそのシグナルっていうのは、ポジティブであれネガティブであれきちんと受け取ることができるんですね。で、ポジティブな人っていうのは、じゃあその脳の中どちらが反応するのかっていうと、右脳と左脳だったら左脳の方が反応すると。で、一方でネガティブな人っていうのは右脳が働きやすいんですね。で、左脳がしっかり働く人に関しては、その美女を見てドキドキしてるとか、広大な景色を見てうわ素晴らしいって思う、その感覚っていうのを長く残そうとするんですね。一方で右脳が働きやすいネガティブな人っていうのは、不安を覚え始めやすくなってしまうんですね。あの美女俺の財布を狙ってるんじゃないかとか、うわこれあと2歩出たら海にドボンやなとか、そんなことを思い始めてしまうと。さらにうつ病になりやすい人、あるいはうつ傾向の人、うつ病自体になってしまう人とか、あるいは心配性な人っていうのは、前頭前皮質という認知を司る、つまり物事を捉える機能という部分と、それから扁桃体と呼ばれる恐怖心を司る機能の部分が、つながりが非常に少ないという結果も出てます。なので結果的にネガティブな人っていうのは、幸せ幸福だなって思うこととか、すごいなっていうポジティブに普通なら捉えられるようなことっていうのを覚えておいたりとか、長く捉えておくっていうのがちょっと難しくって、で恐怖心とかトラウマばっかりがこう脳に印象付けるっていうような結果が出てきました。ですんで、元々の性格を変えていって、でそのせっかくいいものを見たならいいと捉えられる、そしてその感覚を長く残していく性格に自分がなっていくためには、認知機能っていうのを育てていく必要がありますよっていうことなんですね。その方法っていうのが今日ご紹介するたった一つの方法ということなんですけれど、これたった一つってそれしかないっていう意味ではなくて、これ一個やればいいんですよっていう、すごいシンプルな意味で、捉えてもらったらいいんですけれども、五行日記っていうのをつけましょうと。五行日記って何ですかっていう話なんですが、それはその日にあったネガティブなことを一つと、ポジティブなことを4つ、それぞれ箇条書きでいいので1行ずつ書いていきましょうというものです。これ何でもいいです。例えばネガティブなことだったら、寝坊したとか上司に怒られたとか、目の前で電車が行っちゃったとか、そんなでもいいんですよ。で、もう一つ4つの方は、通勤通学がジャストのタイミングで電車が来たとか、営業成績がうまくいったとか、学校でいい点数が取れたとか、そういうものでいいですね。で、1対4でネガティブとポジティブを書くことによって、そのポジティブが徐々に脳の働きを変えていってくれて、あなたがもし、どうしても不安とか、それからトラウマを覚えやすい性格であれば、そこをひっくり返していって、だんだん左脳が働きやすい脳に仕組みが変わっていくようになります。僕もどちらかというと、ただ毎日日記はつけてるんですけれども、愚痴を書いたりとかしてしまっているんで、ちょっとここは変えていこうかなと思います。で、結構失敗をしてしまったら1週間2週間平気でズルズルしてしまうね、タイプになりますんで、もしそういう同じような境遇の方がいらっしゃれば、ぜひそんな風に変えてみていただけたらなというふうに思います。まあ、脳の働きが変わることで性格が変わって、で性格が変わることによって幸福度が変わるんであれば、たった1日5行のことを紙なり脳となりに書き出すっていうことで、変えていけるのであれば、もうぜひ取り組んでみる価値はあるんではないかなというふうに思います。ということで、今日はそんなところで終了してまいります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。